レース草は単子葉植物の属の一つ。アフリカやアジアの熱帯に散する沈水性、または不要性の多年生の水草で、およそ60種がある。葉の形や花を干渉するためアクアリウムで栽培されるアクアリウムプラントの一群として知られる。また、レース草はその中の一種 A マダガスカレンシスを指す場合もある。レース草科は、レース草属の実からなる。 トエ型のトガでクロンキスト体系やシンエングラー体系ではイバラモモクにエペジー植物分類体系ではオモダカメに属す。この仲間には変わった形態のものがあり観賞用として利用されている。アクアリウムにて栽培することが多い。大まかな栽培法は多種のロゼット型水草に準ずる。アポノゲトンの多くは休眠する性質がある。そのため休眠中には 歯がなくなるが、死んでしまったわけではない。アポノゲトン、クリスプスマダガスカルレースプラントアフリカマダガスカル、南アジア、東南アジアオーストラリアに約60種がある。春に明るい青い花を咲かせ、切り花などとして人気がある、ブルーレースフラワーは、ソライロレース草などと呼ばれることがあるが、セリ科の植物で、このトガとは類縁が遠い。ありがとうございます。